わ、ちょっと緊張してきたな。ごきげんようですわ。これでこう、ホロライブ3期生うさだペコアラですわですわ。これでいこうか。あ、ペコですわ。これにする。じゃあ行きますわよ、皆様。うわ、緊張してくるな。あ、もしもし。ごきげんようですわ。コンペココンペコカンペコ。ホロライブ3期生のうさだペコアラペコですわ。あ、ごきげんようでございます。ペコですわ。こんにちはじゃなくてこんばんはか。こんばんはですよね。ごきげんよう、ペコアラ様。ごきげんようですわ、サロメ様。1周年おめでとうございますわ。ありがとうございます。今日ちょっと初めてお電話っていうか、初めてお話もしてるんですけれども。ねえ、これだよね。いやー、もうなんかすごい、一番最初の時にチャット送った時に、突然の連絡をした時にめちゃくちゃ優しく対応してもらって。ちょっとやめてよ、なんかそんな株上げてくれてんの。株上げてます、株上げてます。でもペコアラもね、はい、最初さ、サロメちゃんからちょっとその、はい、やり取りしてる時にもうびっくりしたもん。あのサロメちゃんからっていう感じペコだったから、すごい、はい、なんかそこからチャットちょこちょこ、そうなんですよ、ねやってるから、ちょっとなんか嬉しいなって思ってたペコだから、今日このね、トツーのやつ、はい、すごい嬉しかったペコです。いや、本当にありがとうございます。私もちょこちょこチャットさせていただいてるので、電話する勇気が出ました。なんかちょこちょこチャットしてないと本当にありがとうございますと思っているんですが、私1周年になりまして、今後活動していく中で、うん、ペコラ様みたいに面白く楽しい配信をずっと続けていくためには、やめてください。いや、もう今カード、何それ、カード上げまくってますわよ。でも本当にいつも面白い配信、この間もマリカのなんかあの食べるやつ、はい、じゃあサラミちゃんやってよ、あれ、えアイテム、あれ俺やってよ、キノコとかあのバナナとか、あとスッポンね、ペコアラちょっとスッポンのエキスなかったからあれだったけど、ね、やってよ。いや、だってあれ すごい大変そうじゃなかったですか。いや、あれね、きついよマジで。サラミちゃんってさ、小食、いや普通食だと思いますよ。じゃあいけるわ。じゃあ私マリカやってみようよ。でもさ、サラミちゃんってマリカとかってやってるの。いや、全然やらないです。本当に下手だと思います。 DS 時代に必死にやってました。あ、じゃあやるしかないやん。じゃあサラミちゃんは10、はい、あ、10位だと簡単すぎるか。8位以下でキノコとかにする。いいペコじゃないの、どうなの。でもそれがペコラ様の今まで楽しく面白い皆様に素晴らしい配信を続けてきたやり方ってことね。なんかすごい、なんか上げてくれるな、なんかすごく楽しいな、なんかいい気持ちがするんですよ。けどいい気持ちになってもらって、これからも仲良くしてもらおうと思ってますからね、こっちは。え、待って、ちょっとだな、必死に上げとけばこいつ仲良くしてくれるから。いや、そんなことなくてもペコーラはサルミちゃんと仲良くなりたいなって思ってるペコですよ。ペコラ様それで、ペコーラって呼んでもらっていいなって、様なんてそんな、なんかちょっと遠い感じがするペコじゃない。ペコーラちゃん。緊張するんですけれども。緊張しなくていい。でもペコーラも10分ぐらいの近くらへんで、やばい、そろそろサラミちゃんとだっていうのはね、ちょっとね、緊張してたペコーラも互いにだけども、これからね、はい、さらに仲を深めて、もう、はい、あーもうサロメペコーラみたいな仲になりたいペコだね。もう呼んでください。いいの、いいペコなのかな。大丈夫でございますわよ。でも嬉しいな。やります、マリカ。あ、やる。いいじゃん。じゃあちょっといろいろやってほしいよ。なんかなんかさ、罰ゲームつけたようなさ、ゲームのなんか配信とかってやったことある？あんまりしないんですのよね、それが私。あ、でもこれあれどうしようか。でもですか。いや、サロメちゃんって辛いのってさ、苦手？苦手ですわよ。あ、苦手なんだ。じゃあ辛いのやろっか。ペコアラね、あ、でもこれはサロメちゃんっていうかね、人にあんま勧められないんだけど。いや、何でもやります、やらせてください。いや、でも腹壊す可能性高いから、やばい、してほしくないから、辛いのは別のものでもいいんだけど、はい、いつか辛いのとかをやって、よし慣れたなって思ったら、あのペヤング の, あの地獄のやつやったし、ペコアラはギブした。段階踏んでからね。いや、でもペコラ様がギブしたってことは、そんな強い方でもギブしてるか、うん、私もギブしていいはず。じゃあ引けます。いや、でもペヤングは やめた方がいいかも。自分が身をもって体験したから、はい、ペヤングじゃないちょっと辛い系の方だったら
まだいいかもな。おすすめできるかも。おすすめお願いします。辛いのでまあまあいける感じのやつ今度教えてもらってもいいですか。うん、やろやろ。ありがとう。ペコーラあれだけど、なんかサルミちゃんとゲームとかで遊んでみたい。いや遊びたいです。いつか。え、なんか好きなゲームあんの？あ、でもごめん、これペコーラすごい自分から喋ってるけどごめんなさい。大丈夫です。なんでも、え、でもまあアクションゲームはめちゃくちゃ下手です。あとペコーラ様に私がちょっと口が悪くなっても大丈夫ならアクションゲームでもなんでも大丈夫ですわよ。え、サラメちゃんの口が悪いやつ全然いいペコじゃん。ほんと言いましたわね。今撮りましたからね現地。え、何やばい、そんなにやばいの？まあまあやばいですわよ。今までアクションゲーム割と配信で封じてきました。口が悪くなるので、ちょっとそれ楽しみ、ある意味楽しみペコだね。いやでももうペコラさんも全然私何でも言ってもらって大丈夫ですので。じゃあアクションゲーム系とかでちょっとなんか遊びたいね、一緒にね。遊んでくださいませ。いやちょっと1周年迎えてさらにもっと頑張っていこうと思いました。いやもうこれからもそのなんならもうサロメちゃんでもさ、もう独自のサロメって感じがお嬢様っていうのがあるかな、はい、もうこれからもペコアラ応援してるペコだから。ありがとうございます。私もめちゃくちゃ私の中が応援なんですけど、でも応援してます。これからもよろしくお願いします。ありがとう、こちらこそよろしく。ありがとうございました。失礼いたします。これでよかったのかな、大丈夫かな。変な印象ついてないかな、大丈夫かな。緊張しすぎて何言ってんのか全然分かんなかったペコだけど、自分めちゃめちゃあれだったの。あげてくれたね、すごいあげてくれた、めちゃめちゃいい子やね。互いに緊張してたっぽそうペコだね、話し方的にね。いずれなんかゲームができたらいいな。何でもやりますわよっつったけど、ペヤングはやめとけ、言っとこう。ペヤングの地獄はやめとけ、あれは人間が食べていいものではない、やめておけ。コラボとかいずれしてみたい。そんなアクションのやつ口悪いんだ。あんま、口悪い印象ないけど、やっぱてめえくそ、こんな感じだったりすんのかな。ミジホのブルダンから続き、サロメちゃんともさ、こうやって仲良くできて嬉しいの。友達増えたね。